ザマル。後方にはバッキンガム宮殿があり、沿路にはユニオンジャックが日頃から掲げられている。セント・ジェームズ・パークザマルは、ロンドンのシティ・オブ・ウェストミンスターにおける南西端のバッキンガム宮殿及び北東端のトランファルガー広場を結ぶ通りで、長さ930メートルである。日曜日や休日、祭典や儀式が行われる際には交通規制が敷かれる。 ザマルの南西端、バッキンガム宮殿正面の位置に、ビクトリア記念碑がある。ここから北東へ進むと、セント・ジェームズ宮殿及びグリーンパークに向かい合う、通りの南側に、セント・ジェームズ・パークがある。セント・ジェームズ・パークを抜けてさらに進むと、ホース・ガーズ及び旧ホワイトホール宮殿の傾斜庭であるホース・ガーズ・パレードがある。ここでは、トゥルーピング・ザ・カラーが、 女王の誕生日に行われる。ザマルの北東端、トラファルガー広場との境界には、アドミラルティアーチがある。ザマルは、儀式用の道路として19世紀後半から20世紀前半にかけて建設され、サー・アストン・ウェップの設計により、バッキンガム宮殿の正門を飾るファサードやビクトリア、記念碑が設置された。このような道路は、ワシントン DC やサンクトペテルブルク、ベルリン、 やっぱり、ウィンにも見られ、国民国家に欠かせない、国家行事を行う場所として用いられる。イギリスを他国の国賓が訪問する際には、国旗で装飾を施したザマルを国賓及び、イギリス女王を乗せた馬車が通り、バッキンガム宮殿へと向かう。エリザベス2世のゴールデンジュビリーの際には100万人以上の人々が押し寄せ、 宮殿のバルコニーに姿を現すイギリス王室の面々を頑固で迎えた。2012年のロンドンオリンピックでは男女の自転車労働レース、マラソン、競歩の発着点となった。ありがとうございます。